ロックンロールの父、チャックベリー。今回はチャックの生涯を見ていきましょう。チャックベリーは1926年10月18日、6人兄弟の3番目として誕生。父は大工、母は教師という中流家庭で育ちました。中流階級の黒人が通う高校に進学。ここで初めて人前で演奏します。卒業の直前、自動車窃盗で逮捕されます。 あの車いけそうちゃんいっちゃうせやないっちゃうはいじゃあね、えー、こっちね武器持ってるからはいじゃあ車、えー、降りてもらってまあお金もできたら置いてってもらったらこの車使わしてもらうんでいやいやお前さんほんまこれ拳銃も偽物ですしいやもうほんまえ車 聞いた道聞いただけなんですわほんまにそんなんやるわけないじゃないですか強盗なんていやーお前道聞くのに拳銃いらんやんどう考えても偽物やったとしても拳銃出さへんでいいや道聞くのにあかん音楽やりたいのに俺はなんでこんなとこにおんねや 院内でバンドを結成し、何度かコンサートを行いました。いやーやっぱ音楽楽しいな模範集だったこともあり、21歳の時、釈放されます。よっしゃー、出れた。もうせえへん。もう俺悪いことせえへんで。出所後は結婚し、子供も誕生。仕事も真面目にこなしていました。兄ちゃん。 若いのに真面目に働くな。いやーもう子供もできたんでね。頑張るだけですわ。ミュージシャンとしても活動を続けました。シカゴで憧れていたマディ・ウォーターズの演奏を見に行ったチャックは、マディと話す機会を得ました。そこでマディにレコードを出すには、どうすればいいですかと質問しました。するとマディはチェスレコードに行けと、アドバイスをくれました。 マディ兄さん、僕もレコード出したいんですけど、どうしたらいいんですかねえー、自分ほんまレコード出せるぐらいうまい一遍見に行くけど、ほんまにうまいんやったら、チェスレコード行ったら話聞いてくれんちゃおうかな。マディの助言通り、チェスレコードへ行き、見事契約を勝ち取りました。まあまあまあ、一遍聞いてみてくださいよ。ほんまに。 いい曲やし、演奏もすごいんで、絶対売れますよ、僕。まあまあまあ、マディ君の紹介やしね、そこまで言うんやったら、ほんなら、うちからデビューしてみる ?1955 年にチェスレコードと契約し、メーベリンという曲でデビューを果たします。この曲は爆発的にヒットします。また、彼の代名詞となる腰を曲げてギターを弾く。 ダックウォークが話題となりました。2枚目のシングル、ロール・オーバー・ベェイ・トーベもヒット。初のアルバム、アフター・スクール・セッションを発売。シングル、スクール・デイズ、ロックン・ロール・ミュージックもヒット。翌年には2枚目のアルバム、ワンダズ・ン・ベリーズが発売。シングル、スイート・リトル・シクスティーン、ジョニー・ビー・グッドもヒット。どの曲もロックン・ロールのスタンダードナンバーになっていく曲です。 1957年、人気 DJ、アラン・フリードが主催したツアーの出演者は、チャックベリー、エバリー・ブラザーズ、バディ・ホリーなど黒人と白人がどちらも参加していました。これは当時のアメリカでは画期的なものでした。こうしたイベントもあり、チャックベリーの人気は高まっていきました。チャックベリーといえば、その音楽性が注目されることが多いですが、歌詞も素晴らしく、 当時のティーンエイジャーの気持ちを見事に代弁していました。曲意だけちゃうからね。ヤングの心をつかむ歌詞も、結構重要なことやから。当時の人気は凄まじく、映画にも出演したりと、活動は順風満帆でした。しかし、事件が起こります。1959年12月。 エルパソで出会った14歳の少女をツアーに連れ回したとして逮捕されます。判決は懲役5年と罰金5000ドルでした。チャックは懲役5年から減刑され、1962年2月から1963年10月まで刑務所に服役しました。よっしゃー、出れたー。もう俺は悪いことせえへん。チャックの事件、リトル・リチャードが牧師になるために引退。 エルビスの徴兵、バディホリーの飛行事故死など、徐々に50年代のロックスターが不在になっていきました。50年代のロックンロールは衰退していきましたが、出所後もチャックは人気がありました。理由の一つとして、ローリングストーンズやビートルズなど、新しい世代がチャックの曲をカバーしてくれていたことがあります。60年代中盤から70年代初頭にかけても、ノーパティキュラープレイスドを、 You never can e l などヒット曲を発売72年のマイリンガリングは全米1位を記録しましたいやーまた売れたな結構俺長いこと売れてるよなすげえよな俺って1975年シドニー空港では5万ドルを持って入国しようとするなど金銭感覚がおかしくなっていましたえ、あかんの俺スターやねんけど ああ、自分、逮捕しに来たわ。やったあかんことあるやん。まじっすか。はい。70年代、チャックは、出演料などを現金で要求していました。79年、国税に目をつけられ、脱税で有罪となります。4ヶ月刑務所に入ることになりました。よっしゃ。 出れたー。もう俺は悪いことせえへん。80年代に入ると、活動は減っていきましたが、1986年に初めて行われた、ロックの殿堂で、殿堂入りを果たします。受賞式には多くのミュージシャンが駆けつけました。1986年、ローリングストーンズのキース・リチャーズが、エリック・クラプトンやリンダ・ロン・シュタットなどのスターを集め、チャックの故郷、 セントルイスで生誕60周年記念コンサートを行いました。96年からは18年間、ブルーベリーヒルというレストランで定期的にライブを行っていました。2016年10月来年、新作アルバムを発売すると告知。しかし、2017年3月18日に他界、去年90歳、遺作となったアルバム、 チャックは2017年6月9日に発売されました。ロックンローラーとしてわがままに生きたチャックベリー。最後にジョン・レノンの名言を。ロックンロールに別名を与えるなら、チャックベリーだ。ご視聴ありがとうございました。